マイドレスということで、コインクラブジャパンのゆうすけです。皆さん、初めての方はこんにちは、初めましてですね。このチャンネルでは海外の暗号資産ニュースをまとめて紹介してるんですけど、今日の動画ではちょっとね、先週のニュースをまとめてね、いくつかトピックを選んで紹介したいと思います。で、主なトピックとしてはステーブルコインと、あと NFT、 これがねめっちゃ熱かったから、それをねちょっと総ざらいしていこうかなと思いますけどね。で、と行く前に、この前皆さんちょっとチャンネル登録押して、もちろんその後ね、このメンバーシップもお願いします。メンバーシップでは、まあ、月ラーメン一杯分で入るんですけど、もうね、なんかタイムセンシティブな新しい最新のなんかね NFT の話だったりとか、いろいろね面白い話やってるので、ぜひ遊びに来てください。あと重大発表、ショップが始まりました。あのコインクラブショップっていうのがねできて、で新しいねちょっとねデザインでね、こう T シャツとかグッズ作ったんですよ。例えばあのね、ホワイトペーパー13年記念とかね、ビットコインの、あとはもうビットコイン、あ、そう、なんか10月のハロウィンデザインとかね、クリスマスまでにビットコインが1000万円までいくっていうテーマにした、そういったデザインだったりとか、あとはね、あのゴールデンクロスだったりとか、あとこの数式知ってます？これってビットコインの、あの数式なんですよ。でそのホワイトペーパーコレクションだったりとか、ゴールデンクロス、まあいろいろね、コインクラブだって、まあ、やってるので、ぜひ皆さんね見ててください。すごいね可愛いのができてると思います。このデザインがあのね、知り合いのすごい有名なね、あのデザイナーに頼んでもらって、まあその彼もあのね、ソニーとかといろいろずっと仕事してる感じのね、めちゃくちゃね有名な人なので、ぜひね皆さん気に入ると思うんで見てってください。ということで早速総ざらいきますか。でまずトピックとしては、まあ、ステーブルコインなんですけど、結構ね先週はあのステーブルコイン規制に関するところがね結構入ってきたんじゃないかなと思ってます。まず1個目、ウォールストリートジャーナルとかでもありますけど、このねバイデン政権が、ステーブルコインをね、もうレギュレーションするよと、規制するよって言ってるんですね。でどういうふうにっていう感じの話で言うと、まあ、あのまだ決まってはないけど、まあ、銀行のような形で、まあ、ライセンスを要求するなりとかする形で、まあ、今後やっていくんだろうなみたいな話ですね。なのでもしかしたら今後そのなんか、ね、テザーとかね、あの確か今まだテザーって持ってなかったと思うので、バンキングライセンスはね、あのなのでもしかしたらね、そういったところもなんか必要になってくるのかなっていうところで、大きい、まあ、フェデラルレベルで、連邦政府レベルで動いてるという感じで、もっとあのその連邦から下のレベルのところで動いてるところがあって、例えばなんだけど、この SEC が、USDC を発行しているサークル社に対して、まあ、召喚状を出したと。あのまだちょっと辛かせと、辛かせっていうのかな日本語で、まあ、とりあえず来てくださいと、話を聞かせてくれと。でなんでかというと、まあ、そのインベスティゲーションも調査をするからってことなんですね。でまあいろいろとね調査をされているそうですということですね。まああのこれっていうのは結構 USDT のテザーとかはね、今までも結構相手にまあ、そのターゲットにされてましたけどね、今回はもうサークル社も、そういったことが始まっているということですね。でじゃあなんでこんなことになってるのかっていうと、どうやらその、ね、サークルイールドっていうなんかその機関投資家向けのなんかイールドプロダクトがあったらしいんですよね。で、まあ、そういったものも、ちょっとどうなんだみたいなことに多分、ね、疑問に引っかかったんでしょうね。あの多分それの、まあ、その召喚状かかったんじゃないかみたいなことが、言われていると思いますね。で例えばあのコインベースとかももともとレンディングサービスでね、まあ、あのイールドを稼げるみたいな、そういったものをやろうとしてローンチする前に SEC にいいよねって言ったら、いやいやそんなのダメに決まってんじゃんって突っ込まれて、それはセキュリティに該当するとかいうことで、まあ結局ねバンされたんですよね。でそれと同じようなことがサークルイールドは多分されてるはずなので、まあ多分そういったなんか同じような観点で、まあなんか見られてるんじゃないかななんてことを個人的に勝手に思ってますけどね。まあ具体的にはよく分かりませんということですね。なのでまあどこも結構いろいろとね規制の集中砲火っていうのが先週の動きだったかなって気がする。はい。でちなみに気になる人はね、このサークルの、サークルイールドっていうのをまあいろいろね、まあ、記事もなってるので、まあ、見てみるといいかなと思います。はい。でもっと言うと、まあ、テザーもね、まあ、いろいろと、まあ、問題になっとるというか、まあ、記事にはなっていて、どういうことかというと、まあ、セルシエスっていう、まあ、そのレンディングサービスに対して、あのね、1000億円分の、USDT を、まあ、預けていたというようなことが、まあ、今回分かったということですね。はい。で、じゃあなんでこれがわざわざ記事になってるかというと、このセルシエスっていうところが、あの、結局、その、レギュレーターが、それらってなんかあの登録されてないあの証券みたいなものなんじゃないのみたいなことを言い始めてるんですよ。まあ、なのであの直接的にかつ間接的にもいろいろとこう問題がね、ステーブルコインにいろいろ降ってきてるというところが、まあ、なんか先週なんかあった大きい動きだったのかななんていう気がしますねということですね。
で、まあちょっとね、まあここでツイッターでなんかいろんな議論になってるんですけど、このね、ここにも書いてるけど、ワンビリオンダラーって書いてるじゃないですか。で、これワンビリオンダラーっていう表現ってものすごく、実は正しくなくって、こう USDT の人とかも言ってるんですけど、これは USDT なんですよ。ドルじゃないんですよね。なので、基本ドルを貸してるわけじゃないよみたいなことは、結構彼らのテザー社の人はね、クリアに従ってるという感じだったので、まあ、そこはまあ勘違いしない方がいいかなと思いますね。で、これを見た時に面白いなと思ったのが、なんかいろんなところで、そのね、テザーがすごい取り上げられてたんですよ。ね。で、サークル社じゃなくて、テザーってなんかやたらとさ、こうなんか悪者扱いされるみたいな感じあるじゃないですか。なんかこう、注目の的に嫌な意味でなるみたいな。で、なんでなんだろうと思ってたんですけど、これ見てみると面白いなと思ったのが、例えばコインデスクとかも同じような書いてるんですよね。テザーをね、煽るような話。で、コインデスクの親会社のデジタルカレンシーグループっていうのは、このサークル社に対しての、要は USDC、テザーとの競合他社にあたるサークル社に投資をしてるんだって。つまり、どっちかって言ったら USDC、サークル社に勝ってもらいたいからっていう、まあ、気持ちもあり、まあ、そういったね、ちょっと煽りとかしてるんじゃないのみたいなコメントも、まあ、なんかツイッターでちらほらコメントで出てきたよねということですね。まあ、だからって言ってね、別にコインデスクが、なんかもうジャーナリズムのプロフェッショナル心が なしで、テザーをとにかく潰しに行くみたいなことではないと思うんですけどね。まあ、ただ、一応そういったなんか背後での、なんか、金銭的なこういう関係っていうのは知っておかないとフェアになんか見ることってできないかなと思ったので、まあなんか一応ね、そういったところは皆さんの頭のね片隅にも入れといてもいいんじゃないかななんてことを思いました。はい、ということでこれが今回のステーブルコイン。次 NFT。 NFT もめっちゃ伸びてます。まず全体の話、マーケットが伸びている。で、例えばクォーターベースで言うと 700% 以上伸びてると 704% ですね。で、例えばもうイヤーオーバーイヤー、もう年々のね、こう増加で言うと、もうね、38,000% 以上伸びてるっていうことが、今回のこのダップレーダーのレポートによって出てると。で、ということはよ、やっぱね、すごいこう、いろんなところで盛り上がっていて、それを一つまあ証明するのが、もともとはなんかイーサリアム上ですごい盛り上がってたけど、例えばソラーナの NFT がめっちゃ盛り上がってて、この間のメンバーシップでも紹介しましたけど、新しいやつがすっごいみんなね、出てきてるわけですよ、ソラーナで。で、例えば、もう一つのピースがもう2億円以上で販売をされてるみたいなことが結構あったりするので、やっぱね、そういう意味でも、なんかこの NFT のやっぱ熱っていうのは、もうなんか収まるどころか違うところにもうなんか山火事のようにね、イーサリアムから始まってこう広がってきてるというところがなんかね、見えるかなっていう気がしますね。はい。で、なんかやっぱね、面白いなと思ったのが、このアクシーインフィニティ。が、まあ、NFT というかゲームですけどね。このアクシーインフィニティ、また150億円程度のね、まあ、資金を調達したわけですけど、このアンドレセン・ホロビッツとかね、その辺から。で、企業価値が今ね、3000億円だって、3ビリオンですよ。ユニコーン会社っていうのは1ビリオンなんですけど、もうそれも3ビリオン超えてるので、すごいっすよね、マジで。なので、ね、このなんか勢いというか NFT もそうだけど NFT ゲームの勢いっていうのもかなりね、もう止まるどころかこれからどんどんまたね強まっていきそうだなという気がしますね。今日はね、じゃあこの辺で終わろうかなと思いますけど、ぜひ皆さんね、この何ショップ見ててください。めちゃくちゃね、おしゃれなやつがあると思うので、で結構いろんなね、女性もね、男性もいろんなサイズ揃えてるんで、ぜひ遊びに来てください。このね、個人的にはこれが結構好きなんですよね。この分かる人にしか分からないっていうシリーズ。これで、なんかこう、ガチャ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 してても、なんかちょっと着づらいじゃないですか、大人の人って。なので、これとかだったら結構なんかしっかりね、なんかデザイン可愛くね、着れるんじゃないかなと思うので、じゃあホワイトペーパーで13って書いてて、13年目ですね、っていうことですね。はい。なので、ぜひお願いします。あと、もちろん、このね、メンバーシップもぜひお願いします。それでは今日はこの辺で終わりますけど、また次の動画でお会いしましょう。